皆さんこんにちは、中川です。今日は寝たまま5分で整う骨盤矯正ヨガをご紹介していきます。このエクササイズを行うことで下腹ぽっくりが引っ込んだりですね、腰痛の予防や改善ができます。ぜひですね、骨盤の歪みやねじれが気になる方は一緒に試してみてください。今日の構成としては、3ステップですね。1つ目のステップで骨盤の歪みの状態、原因を知る。2つ目に実際にその骨盤の歪み方をチェックする。そして3つ目に実際にストレッチ、ヨガのポーズで骨盤の歪みねじれを直す。この3ステップで構成していきます。まずは早速1つ目のステップ、骨盤の歪みを知る。これね、めちゃくちゃ大事なポイントで、皆さんは自分の骨盤がどう歪んでるかって知ってますか？骨盤は実は前に傾く前傾タイプ、後ろに傾く後傾タイプっていう風に2つ大まかにね、タイプがあるんですが、いわゆるね、前傾っていうのは反り腰さんで、逆に後傾、後ろに傾くっていうのは猫背さんですね。この2つのタイプ、まずご自身がどっちかをね、ちゃんと知っておかなければいけません。というのも、この原因を知っておかないと改善方法が変わってくるからです。例えばですね、皆さんお腹が痛いって言った時に、便秘の方と食あたりの方だったら全然対処法が違いますよね。食あたりでお腹を壊している方に対してお腹の通じを良くしていくような薬を出してしまうと、さらにお通じが良くなってしまって脱水症状が進んでしまったり、余計にねお腹腹痛が悪化したりっていう可能性ありますよね。それと同じで骨盤の歪みもですね、自分に合ったストレッチをしないと逆に悪化してしまうことって結構あるんです。なのでこれをやれば必ず骨盤の歪みが整うというものはなくてですね、自分の骨盤の歪みに合ったストレッチをするから整うということだけ覚えておいてください。では2ステップ目、骨盤の歪みのチェックをしていきます。準備するものは壁、こんだけです。この壁にですね、かかと、お尻、頭をこうじわじわじわと近づけていってもらって、ちゃんとつけた時の姿勢を見るだけです。この時に骨盤の、傾き、前傾タイプの方はこんな感じ、壁と腰の隙間が手のひら1枚よりも多い状態。一人様ね、拳1個とか入ってしまう方もいます。逆に骨盤が後傾タイプの方というのは、猫背の場合は腰の隙間がなくなってますね。もしくは隙間が、できる前にですね、お尻がつく前に背中が壁にドーンと当たっちゃう方、こういった方は骨盤後傾タイプの方が非常に多いです。皆さんは前傾か後傾か分かりますか？手のひら1枚分だったら結構理想的な状態。これで骨盤の前傾後傾タイプをざっくり判断することができます。ちなみに骨盤はねじれるっていうね、歪みもあるんですが、それに関しては動画の上の方、もしくは概要欄の方に骨盤のねじれの調整法っていうのをね、貼ってますから、そちらもご覧ください。では今から骨盤の今やっている前傾後傾タイプの改善ストレッチを早速やってみましょう。全部で6種目、1種目あたり50秒間伸ばしていきます。前半3つは前傾タイプ、ももの前のストレッチ。後半3つは骨盤が後傾して、お尻やもも裏が縮んでいる方向けのストレッチです。6つ全部やってもらって OK です。ただ自分の傾きに合ったストレッチは長めに、ちょっと強めに伸ばす意識をしてください。では、寝転んでスタートします。1つ目ですね、ももの前のストレッチからいきます。寝転んだ状態で、足首を掴んで、膝を後ろへ。太ももの前が伸びてきます。この時反り腰の方は腰が反らないようにしっかりお腹を引っ込めてください。引っ込めながら膝は後ろに引くと、ももの前面が強烈に伸びてきます。このままキープをしていきます。ゆっくり息を吸って、めったに長く息を吐く、深く息を吸って、長く吐いて、下っ腹にどん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 力が入っていきます。太ももの前を伸ばすことにより骨盤の前傾を、改善していきます。少し、痛み持ちと思うところまで引っ張ってください。もう一息キープして、入れ替えます。10秒休憩です。今度はひっくり返って反対側です。しっかりと足首掴んで膝を後ろへ、思い切って引っ張りましょう。ももの前のストレッチ、長く息を吸って、ゆっくり吐く、吐く息でもう一個膝が後ろ、太ももの前が少し痛いなって思うぐらい伸ばしていきます。目安は深呼吸できるぐらいの痛みですね。痛み持ちいいぐらいの感覚で
深い呼吸を繰り返します。お腹を引っ込めておへそに力を入れるともっともっと腿の前が伸びていきます。お腹の力抜かないように、もう一息頑張って長く呼吸しましょう。深く吸って吐く息もう1センチ膝後ろへ。はい、いいです。ということですね、両足を正座の状態から後ろです。辛い方は片足ずつしてもらってもいいです。という方、このままじわじわ後ろ脳の前面いけそうな方はビタッと後ろまで、お腹しっかり引っ込めて、特に反り腰さんは腰反らないように気をつけて、お腹力を入れて脳の前面ストレッチ、深い呼吸は繰り返して、脳の前ちょっと痛いかなっていうぐらい伸ばします。それ方は片足ずつでいいですよ。こういうね感じ選んでください。あと15秒ほどキープします。これ膝が、ね、浮いている方っていうのは硬くなっている方です。ただそういった左右差がある人は浮いている方の膝をできるだけ地面に近づけるようにします。 OK、 ここから骨盤後傾さんタイプのストレッチ、腿の裏側です。できたら壁とお尻をくっつけて、そのまま膝、足首を曲げて自分の方に近づける。辛い時は、ね、お尻壁から離れていいし、膝曲がってもいいです。もも裏が伸びてる感じがあったら OK、 余裕がある人は膝ぐーっと近づける。これもしんどかったらね、だって片足ずつでもいいですよ。余裕があったらよーんと自分の方に足を近づけて、もも裏ふくらはぎを伸ばします。どん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 膝と胸が近づいていきます。長く吸ってゆっくり吐く。 OK、 今度はお尻です。このまま足引っ掛けてください。開く足を膝にかけて、二人の膝を遠くへ押す。これお尻のストレッチをしてます。中臀筋と言いますが、骨盤後傾タイプの方はこのお尻が縮まってますね。しっかりと伸ばします。壁にかけた足を近づけると、さらに自分の左の足首が近づき、膝を遠ざける形になるので、お尻がさらに強烈に伸びていきます。足首に近づけると膝は遠ざけるようなイメージ、伸びが強まるところを探してください。ストレッチやヨガのポーズっていうのは止まっているわけではなくて、じわーっと伸びが強いところを常に探し続けている感じ。深い呼吸をしながら微妙に角度を変えて OK、 入れ替えます。10秒休憩のうちにゆっくり足を組み替えて、こんな感じですね。抱えた膝は遠く遠くへ押す。今抱えている右の足のくるぶしは自分の方に近づける。壁の足のかかとを持ち上げると、しっかりね、こうかかとが自分の方に近づきます。かかとは近く、膝は遠くへ押し合うイメージ。またお尻の横がね、強烈に伸びてきます。これ最後の種目なんでね、頑張ってください。深く吸って目いっぱい吐く。これまでやってきた6種目ですね、バランスよく全体が伸びてきてますね。自分の歪みのタイプに合ったストレッチは特に強めに伸ばしてください。もう一息呼吸頑張って、はい、 OK、 お疲れ様でした。最後の動画をご覧いただきありがとうございます。ぜひこの動画がいいなと思った方は高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。